新最強フェアリー枠、ハルモチルケです。本日はですね、アシレーヌを使っていきたいと思います。このね、レギュレーション H でアシレーヌめちゃくちゃ強くて、もともとね、環境トップのフェアリー枠、羽ばたく神だったんですけど、やっぱりこのフェアリータイプってね、攻守に非常に強力なタイプで、まあね、構築に1枚は採用したいんですけど、まあ今回ね、このレギュレーション H で羽ばたく神が出禁になったことによって、まあこのね、アシレーヌの採用率がめちゃくちゃ上がっていて、まあしかもね、このアシレーヌ対面性能も高く、またね、このクイタンとかアクアジェットによって対面操作ですとか、先制技でね、まあ、相手のね、このミリ残った相手をしばけたりと、まあ非常にね、パワーがあってかつ器用で、このね、パーティーに1枚は採用したいフェアリー枠ということで、ね、このアシレーヌの強さ何戦か実況してきたので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。それでは対戦の方へどうぞ。エグサーフ後ワット1どうしよっかな。あれきつい、なんやかんやできそうなアシレーヌ入れとくか。お願いします。こっちの画面で、あばちょ、俺の OBS もバグってる、 OBS もバグってる、大丈夫か。あ、OKOK、ここ何打ってくんだろう。安定はまあアシレーヌバックとか、シャドウも打たんから一旦サーフ号投げるか。サーフ号投げて選ばす。ういやったー、やったー、なんか来たー。じゃあここはレンジハスカシだけちょっとだるいけど、サーフ号に後投げできるのが誰、誰も後投げできなくない。一旦レンジは押すか。一旦レンジはでいいや。引っ込める。ドンファンなんかな。青かけエルレイド。ビリ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 、ナイスナイスビリビリ。まあ、たたり目をしますか。相手がエルレイド残すかどうかな。まあ、ポリゴン Z バックは全然あると。まあ、直帰とかでもいいし、まあ、エルレイドテラス切ってくれたらそれでもいいし。まあ、エルレイドアクテラとかだけちょっとめんどくさいかもな。たたり目通る。突起ですね。ドゥルドゥ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 。あー、ポケットモンスター最高のゲーム、ありがとうございます。最高のゲームです。あとはポリゴンが持ち物がスカーフかメガネかだよな。ちょっとメガスカーフっぽいけどね。エグ相手にトリックでしょ。メガネトリック打ってんのかな。ポリゴン Z、ここは、まあ、シャドーボールかゴーストテラバか地面テラバあたりだと思うんで、一旦アシレーヌにします、まあ、ノーマル技打てないんで、アシレーヌが最大打点もらうことあんまないと思うんだよな。でテラス切らせたらそれでかなり通しやすくなるから、何にせよこれでいいか。 OK、 よしよしよし、悪くない展開ですね。ゴースト炎、あ、一番でかい、一番いいの来た。じゃあちょっとダメ系回して、ポリゼットが硬いね。急所でこれスカーフだ、さすがに。あ、じゃあクイタンでいっかな。引っ込める。ゴチルゼル、あ、やっちね、クイタン悪鬼ではない。いやー、これどっちだろう。サーフ号で電磁波入れるか、サーフ号で電磁波の方が安全か。食べ残し、電磁波一貫してるから電磁波でよくて、 OK、 引っ込める。よし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 、電磁波強い強い、サーフ号強い。まあ、一旦シレール投げでいいかな。まあ、10万とか打ってくる可能性はあるんですけど、そしたら当てるんじゃないか。トリック、ああ、はいはい、ね、ガーフかな。ちょっと危ないや、どちらにはめられるパターンで警戒しとけばいいかな。ピタン、いい火力すぎるな。で、ここセグレイブ投げでよくて、セグレイブ投げでよくて、テラバじゃない？よし。オッケーオッケーオッケー。で、これ耐え、さすがに耐えない。よし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 。完璧。で、熱交換発動。で、ツララバリで落とせるか、さすがに。待て、サプゴアシレーヌにテラスキルみたいにないから、まあ、電気テラバ打ち6か。そうだね、電気テラバースト。完璧じゃない、動き。完璧じゃないか。どう？電気テラス。オッケー。
はい、テラマスト。ちゃんとね、このアシレーヌで歌方のアリアで突破すると、まあ、ちょっとゴチルにはめられる可能性がギリあったんで、瞑想を眠るとかね、ここをしっかりとケアしたこの立ち回り、ナイスすぎる。ゴチル、これは最大打点のつららばりで殴っちゃいましょう。はい、対戦を出した。立ち回りも、構築も、強いと、ナイス。さあ、どうしましょうね。まあ、一旦走れぬか。一旦走れぬか、ちょっと安定しそうで。まあ、セグね。セグ、出すかな。で、ブリキついからサフゴ、あんまいい選出じゃない気がするんだよな、これ。いや、まあでもこれか。これでいきます。お願いします。先発、ウルガモス。まあ、テラス切らせたら悪くないから、一旦、タカタから入ろうかな。それか、まあ、クイタンでもいい。まあ、テラス切らないわけないから、クイタンでいいか。そうね、クイタンから入って、まあ、テラス超前ぐらいしか考えらんないんだけどな。あ、オッケー、引きはわかる、引きはわかる。引きはわかる。え？ちょ、ごめん、わからん。どういうこと？どういうこと？どういうこと、これ。どういうこと？そんな重いっすか、アシレーヌ。そんなに重いっすか、アシレーヌさん。はい、ここはテラス切ってくれたらそれでいいから、つららばりでよくて。相手、アシレーヌそんなやばいんかな。アリア飛ぶだろうね。裏サザンドラはあるかも、本当に。これは全然削ってくれれば OK に思ってたね。これはね、アシレーヌの歌方圏内に持ってってくれれば全然いいですね。つららばり。はい、3。はい、4。あ、一発気合いの、あーん。ブラムいやーこれ歌方で飛ぶかな、微妙ですね。183、まあ、飛ばなそう。じゃあサフゴ投げるか。サフゴ投げて、サフゴのゴルラで飛ぶか。これむしろ飛びそうだな、これ。走れても飛んでたくせえな、まあ、ゴルラでいいや。真空波水よ、こいつの真空波。あっちょうナイス。突破ナイスだが。いや、ちょっとね、C ダウンがよろしくないんですよね。まあまあ、D は振ってないから。とはいえ、先制技で出していい火力じゃねえよな、これ。直す。まあ、シレーヌ引きますか。電磁波まで入れるかどうかだな。まあ、シレ投げますか。ギガドレなかったら大丈夫なんだけどな。ギガドレがあるとちょっとまずいよね。超まいい。ギガドレあるかどうか。ここはアリア。ギガドレある。これはまだ全然耐えるから良い。スペースあったね。ほい！ん？お盆か。このお寺ちょっと切っちゃってよかったかな。まあまあまあ、このお寺ある。いやー、ラス1次第だなー。誰だろうな、ラスト。このお寺すー。ちょっと負けてそうだけどな、これ。いや、まあ、所定のあれ、あの卓がちょっとありえないから、正直。まあ、割としょうがない寄りではある気がする。僕、この寺切ってもよかったんかな。じゃあ、ここは、アクジェで突破して。ミミッキー以外ならまだ大丈夫。雨またやばい。ミミッキュ以外なら言うてやれそう。メガネサザンはちょっとわからん。サザンドラ。いや、耐えない？ど？耐えない？アクハ。ムホス。アクハ。強っ。アシレーヌ強っ。最強！オッケー、対戦出した。アシレーヌ強っ。チャンネル登録、高評価、よろしく。どうしよっかな。誰から入るかなんすけど、マスカーニャから入る。マスカー、アシレー、デグレイブでいこうか。ちょっとブリアファイかもしんないけど、まあこれでいきます。お願いします。相手の先発マスカーニャー。これは多分ね、アシレーの読みですね。マジで上取ってな。本当にマジで上取ってな。これ好きかな。パチマキシャイシャイほいほいよいしょほいよいしょ
これが偉い。スカーフの偉さ。同足かもしんないけどね。これどっちから入るか悩ましいな。まあ、アシレールの方が隙は作りにくいか。いや、どうなんだろうな。セグの方がまあ、テラス共用できるから、まあ、セグから入ろうかな。で、まあ、ブリ出してきたら、まあ、アシレール引いちゃえばいいし。オッケー、ブリジラス。まあ、じゃあ、ここはアシレ投げますか。アシレール投げ。まあ、パワフルハーブの方だったら、まあ、セグレイブで全然、ディスダード取らないと思うから、両対応できてるはず。で、セグ。でっかー、これでも、頑丈じゃね、よく出してきた。まあ、じゃあ、ここは一旦、このお寺切るかどうか。切っちゃおっかな。いや、いいか。切らなくていいな。うほう。引っ込める奇跡ある？なくね？あ、サーフ。まあまあ、わからんではない。一段。がない。まあ、アリアで良い。硬いな。IQ振ってんな。あれだけサーフだね。これはマスカーニャで処理聞きやすいから別によくて。レグレイブで上取れてないパターンないと思うんだけどな。まあ、ダカタ連打しますか。再生いい。まあ、急所の試行回数も結構稼げそうだし。隠密マントサーフゴーかな。ほい。受かってるこれ。相手。怪しくね結構。ダカタ連打でいいや。連打してマスカーニャの畑圏内にまで持ってってくれればいいかな。うん。ほい。ギリゆかりね。もう一回悪巧み積ませなかったら別に勝てそうだし、それでいいかな。なんか、歌方悪事悪事で落とせそう。あ、歌方悪事で落とせそう。受かってなくねこれやっぱ。で、飛行テラスだろ多分だけど。そんでもって。そんでもって多分飛行テラスだろ。ギリ受かりだな。なんか、一ターンに乱数次第でちょっと回復するよねぐらいっぽい。今、低乱引いたな。まだ再生いい。粘ってくる。まあ、1割巧みぐらいなら全然いいからな。ほい。1割巧み、シャドーボール全然耐えそうじゃない。お、ようやく、ようやく受かった。これどうすんだろう、相手。まだ再生いい？え？大丈夫それ。ありやー。やー、ほぼ回復してなくないこれ。ここでシャドウ打つんかな相手。もう再生ないだろ相手。多分だけど。もう歌方悪事で落とせるよな、さすがに。で、流星群打たせなかったらセグが一発耐えそうだから。シャドウボール。こんな入んない。こんな入んないもんな。ここは、まあ、アクジェでいいね。ほい。はい、サーフが突破、ナーイス。あ、ナーイス。走れるぜー。ブリー。ここはもう、相手メガネだと思うから、オンフォレ勝ちじゃね？テラス切ってくる。エレビー以外勝ちかな。パープルハーブだとまだ負けれるかも。鋼テラス、へぇー。鋼テラス。何言ってんの？ラスカかな。ラスカ。さあ落ちるか。耐えたー。強すぎー。小さくろ。下げない。ここは悪事で切りでいいかな。悪事ね。ラスカ。まあ鋼テラ切っちゃっていいかな。あれだ、デンテラ切っちゃっていいかな。セグレイブで。そうだね、セグから入って、で、電気テラバで勝ちでしょう。電気テラバ連打で勝ちっぽい。テラバースト。いや、いいね。この構築でいいね。すごい使いやすいわ。すんばらしいね。すんばらしい。電気テラス。落とせるか。あ、上取ってんの。じゃあ、もっと余裕だわ。あ、まあ、さすがに耐えられるか。まあ、ラスカー、半分ぐらいじゃない ?4 割。4割。おー、ダメ感、だいたい合ってるおじさん。勝ちー。オッケー。いや、いいねー。会長、会長。会長、会長。
ナイス突破勝ち。いや、マジでこれは全員強かった。はい、いかがだったでしょうか。いや、しっかりね、このアシレーヌの強さ見せることができたんじゃないかなと思います。いや、本当に強かった。やっぱりこのアシレーヌなんですけど、フェアリー枠としてね、非常に今重宝されていて、まあ、このね、環境トップのね、羽ばたく神が出禁になったことによって、今の環境でね、一番パワーがあってね、使いやすいフェアリー枠ということでね、今非常に人気が出ています。まあ、実際使ってみてね、このアシレーヌね、パワーもあって非常にね、使いやすくてね、強力なポケモンだなと感じました。いや、本当にね、このアシレーヌめちゃくちゃ強かったので、ぜひね、使ってみていただけたらなということで、本日のレンタルパーティーがこちらになります。なんかイメージ的にはこのね、アシレーヌとブリジラスが結構補完が優秀なので、まあ、ここでね、サイクルを回しつつ、マスカーネとかね、セグレイブ、まあ、あとね、サザンドロみたいなエース枠を通していくイメージになっています。いや、本当にね、このアシレーヌ使いやすくて強かったので、ぜひね、チャンネル登録、高評価、下振りたくさん使ってみていただけたらなと思います。はい、それでは今回はここまで。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメント、またね、概要欄から Twitter のフォローぜひよろしくお願いいたします。またね、終盤のランクマッチですとか公開収録の方、メンバーシップ限定でやっておりますので、ぜひね、メンバーの方も登録していただけたらなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。